衝撃発言巨人がポスティング容人へ岡本和真今オフに米球界へポスティング移籍の舞台裏に秘められた真実巨人のポスティング容人に佐々木朗希の影響が4年ぶりのリーグ優勝と12年ぶりの日本一を狙う巨人昨シーズンの覇者阪神をわずか0.5差で追いかけるリーグ2位に位置しています10日時点 開幕から四番を務め打線を牽引する内野手岡本和馬、二十七歳。彼の成績は打率二百六十四五本塁打、十六打点という数字を残しています。岡本のメジャー挑戦への熱望は明らかな事実です。昨年十二月の契約交渉では複数年契約のオファーを断り。 自らの意向で4億2000万円の1年契約を結びました。岡本が海外 FA 権を得るのは、早くても26年のオフですが、それを待つことなく、今オフにもポスティングシステムを利用して MLB に挑戦する可能性が高まっています。巨人の担当記者が明かすところによれば、そうした動きが出ているとのことです。単年契約は 今オフののメジャー挑戦へのとしてて解釈されています巨人は従来メジャー行きには海外 FA 権のみを認めてきましたが菅野智之34歳と山口俊36歳23年引退予定の例外がありました菅野は巨人入団のために浪人した経緯があり 山口は DNA FA から FA で加入したた。際の特殊な条件がありましたしかし最近では球団の姿勢に変化が見られるようですエースの戸郷小生投手24歳も将来的にメジャー挑戦を熱望していますが彼に関しても来年のオフにポスティング移籍を認めるという報道が一部で出ています大リーグスカウトは巨人の関係者と話しても 誰でも OK とはいかないけど、うちはポスティングの利用を認めている、という、これまでにはなかった姿勢ですよと驚きを隠しません。過去、巨人からメジャーに移籍した松井秀喜、49歳、12年引退や上原浩二、49歳、19年引退、などの著名な選手の早期移籍の希望を拒んできた球界のリーダーでしたが、 そののの姿勢の変化ににはやむにやむままれぬ事情ががあるようです前述の担当記者が明かしました最近トップアマチュア選手の家族や野球部関係者から我が子は将来的にメジャーを目指していますが個人はポスティングでの移籍を許可しないと聞いたのですが本当ですかという問い合わせが増えています中にはポスティングがさえならドラフト指名も辞退していただきたい というう断固たたる拒否も経験されたそうです巨人に驚きをもたらしたのは2019年のドラフト会議で注目を集めた佐々木朗希投手22歳が指名を辞退したことですその年佐々木がプロ志望届を提出した後全12球団がドラフト会議前に彼と面談を行いましたその際 佐々木側から将来的なメジャー挑戦のためのポスティングの可否について確認されたようですが、巨人は即答できず、実質的にはお断りをされた形となりました。公には全12球団 OK とされていた佐々木でしたが、ドラフト会議で入札したのは、ポスティングを認める姿勢を明確に示したロッテ、西武、楽天、日本ハムの4球団だけでした。 ポスティング遺跡について巨人と同様にノートしてきたソフトバンクも指名を回避するしかありませんでした。サクオフ、FA 宣言をした山崎幸也を狙ったが、日本ハムに奪われ、筒香義朝、32歳が日本球界への復帰をする際も、巨人入りが有力視されながら、結局は古巣の d n a に復帰した。国内の補強戦線で 負け戦が増えている巨人にとって、ドラフトでの戦力補強がくじ引きにすらできず、望む選手の指名を回避する事態は避けたいところだ。ポスティング容人への路線変更は、追い詰められた事情からのものだ。ネット上の反応。鈴木誠也が MLB 開幕前、右打者の僕が活躍しないとカズマが挑戦できないと述べた。怪我が続き。 今の成績では岡本も迷うだろう WBC 優勝時に野球がこんなに楽しいとはと語ったことを考えるとそれでも環境を変え MLB に挑戦したいという強い思いがあるはずだと思う岡本が MLB でレギュラーとして活躍するイメージは湧かない NPB9 年間の通算成績は打率 272HR206 本 NPB9 年で打率315、HR182 本、外野守備が良く、足も速い鈴木誠也でさえ苦労している。岡本は致命的に足が遅い。一番の課題はコミュニケーション能力。ああ、MLB に行けば年俸は格段に違うし、大きな経験になることも確かだし、野球選手にとっての大きな夢だとは思うが、 現実的には厳しいと思う彼はドジャースだろうメジャースカウトが言う佐々木朗希以外も虎視眈々と視線を送る中注目の的は巨人の戸郷と岡本そしてヤクルトの村上だ高根の花よりも優先すべきものがあるヤクルト対巨人の戦い神宮ではネット裏には複数の MLB 球団のスカウトが観戦していた。 この日、注目は今オフのポスティングシステムを利用して MLB に移籍が噂されるロッテの佐々木朗希投手、22歳だったが、彼は日本ハム戦、エスコン F に先発し、目もくれなかった。彼らは目の前にいる複数の MLB 候補を見極めるために集まっていた。このオフの最大注目株、佐々木朗希を見るため、 多くののメジャースカウトが北の大地に飛んだ。しかし、神宮のネット裏でも、試合前の練習から複数のメジャースカウトが目撃された。佐々木、ドジャースかな。でも今日は戸郷と村上と岡本が一緒に見られるんだよ。ディーグ球団のスカウトは、今オフにポスティング申請されても、ドジャース移籍が有力視される佐々木明よりも。 の日の巨人先発の戸郷翔成投手、24歳とヤクルトの4番、村上宗隆内野手、24歳の対決、そして巨人の岡本和真内野手、27歳に注目していた、村上と岡本は今オフのメジャー移籍が噂されており、戸郷についても球団がライオフのポスティングを条件次第で容認する姿勢を見せています。 近未来の大リーガーの実力を図るのに絶好の機会だというわけです岡本と村上は結果を残せませんでしたが都合は7回1安打無失点の後頭で今季3勝目1敗を挙げましたまっすぐが走っていたのでその使いどころを考えながらできましたいいところでいいボールが出せたとうなずいた右腕に前出のスカウトは今季はあまり出力が出せていなかったが 今日は150キロ超もあった。とてもスマートな投球だったと高評価。同スカウトの評価にまあ、まあと笑いつつまんざらでもなさそうな巨人の若きエース。来るべき時へ、さらなる上積みを図りたい。片岡翔。ネット上の反応。佐々木は NPB でもシーズンフルに働けていないのに、メジャーではまだ難しいと考える。 過去に行った投手は日本でそれなりの成績を上げてから言っている。まず体作りをしっかりしないとメジャーの厳しい環境では故障する可能性が大いにあると思う。MLB を目指す能力の高い選手は素晴らしいことだ。レベルも高く、年報も桁違いだ。それは当然のことだ。しかし、NPB のレベルが下がらないか、それが気になる。 MLB の予備軍のようになりかけているが、これもやむを得ない。それでも、WBC 優勝のように日本人選手のレベルが上がっているのも確かだ。いずれにしても、好きな選手やチームを応援するだけだ。ぜひ、意見や感想をコメント欄にお寄せください。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。最後までご視聴いただき、 ありがとうございました。